こんにちは。YouTube ライブができないので、録画でやっております。今日は、2019年4月の7ということですね。で、今 YouTube ライブのやり方勉強中ですので、もうちょっと待っててください。中野由依先生にできなくなったって連絡したら、昨日早速もうパソコンで YouTube ライブのやり方の動画をアップロードしてくれて、ああすごいなと思って聞きましたけど、結局よくわからんということで、今勉強中ということで、やれるようになったら YouTube ライブまた1時からできるかと思います。それで今日はですね、のお話、これわかるかな？最近ね、男の人ね、30歳とか40歳とかそのぐらいの年代の人で、ね、その女の人が持ってるようなカバンとかね、バッグをね、ハンドバッグみたいなもんです。ハンドバッグのちょっと大きめのやつね、持ってる人がおるんだわな。ほんで、あれと思ったら最近ね、ちょっと増えてきてね、昨日だったかな、ヤフーのニュース読んでたら、なんか女物と男物が、なんか境がね、最近なくなってきたみたいなことが書いてあってね、まあみんな形はどうあろうと、まあ気に入ったのを買ってきて使ってるっていうような感じですね。で、それからこの OBS っていうのが、この、YouTube ライブの配信するソフトなんですけど、これは無料でダウンロードできるんですけど、まあそれを今勉強中ということですね。いろいろ動画がね、動画がたくさんね、20人ぐらいはね、動画出してるんで、それを見てるんですけど、なかなかね、ちょっとわからないね。まあ、だからいつやれるかわからないけど、まあ、勉強中ということね。それから、YouTube でね、及川さんっていう人がよく聞くんですけど、これアメリカに長いこと住んでた人ですけど、アメリカの金融街っていうかな、ウォールストリートっていうんだけど、その辺で働いていた人だから、アメリカのことよく知ってるんですね。で、この間、いつだったかな、3日ぐらい前かな、アメリカの雇用統計っていうのが発表されて、それがまあ、信じられないくらい数字が良かったっていうんですね。だからドルがガーッと上がって円が下がったということなんですけど、その及川さんがいろいろその説明してたんですけどね、
まあ、実にそのいい数字としてはこの50年ぶりぐらいにいい数字が出たんだね、雇用統計でね。まあ、賃金は上がっとるわ、それから失業率は下がっとるわっていうことなんだね。で、まあ、これからトランプさんが進める世界中にこのアメリカの企業の工場が出てちゃったわけね、アメリカからいろんな国に。だからそれを今度呼び戻すということをやってるわけね、トランプさんは。まあ、いろいろ嫌がらせ、まあなんか、恫喝みたいなことも含めてですけど、で、これからまあ、アメリカの企業の工場がアメリカに戻ってくるから、まあ、雇用はますます良くなるし、賃金も上がるだろうっていうふうにね、言われてるんですよね。まあ、そういうことで、トランプさんの2期目の当選は、まあ、ますます近づいたみたいなことですよね。で、まあ、トランプさんは最近は、FRB っていうところに金利下げろって言ってるんでね。それから、量的金融緩和ってやつね。これをね、やれと。量的緩和しろって言ってるわけね。こういう、まあ今までは FRB に大統領がなんか物申すなんてことは、まあほとんどなかったらしいんだけど、最近このトランプさんはもう容赦なく言うんだな。金利下げろって。量的緩和やれって。わあ、すごいですよ。まあ、いや、いいんだもん。別にそんなにも、政府と金融当局は独立してなきゃいかんなんていう決まりはどこにもないんであってね、言いたいことがありゃ、いや、いいというふうに思いますね。はい、それから、藤原正彦さんっていう人ね。これね、この人の経済評論家かな、学者みたいな人だね。YouTube で聞いてたら、日本っていうのは、500年ね、500年、600年がね、関ヶ原の戦い、じゃあそれ1600年か。500年って言うとね、これ仏教が伝来した頃だね。仏教が中国から来た頃。それから1500年。この1000年間に、この書かれた小説とかいろんな文学作品ね。これが日本には残ってるんだけど、これはもうとにかく質、量質ともに世界最大第一級らしいんだ。もうこれはね、自慢してもいいらしいんだ。この500年から1500年の間に書かれた小説とか、文学作品ね。これはもう世界、もうダントツ1位。こういうこと言ってましたね。だから、自慢していいんだ。源氏物語なんていうのはね。千年、ぐらいだから、このちょうど中間ぐらいで、源氏物語、語りを書かれてるんですけどね。それがまあ、質、量、質ともに世界最大、最高、ということですね。それから、4月7日、今日ですね、今日仮想通貨ね、仮想通貨の、時価総額が20兆、これ朝ですけどね、20兆1000億円ということで、ビットコインの値段が57万6000円ということでね、ですけど、今ね、今いくらか言うとね、時価総額はね、20兆円からちょっと下がってるね、ちょっと下がって、で、ビットコインの値段が56万9000円だから、56万9000円。やっぱりビットコインも少し下がってますね。で、まあ大体、まあ横ばいぐらいで進んでるということですね。まあ、上がったり下がったりということですね。と、それからですね、まあ自分は亀崎茂雄っていう名前ね。これ亀崎茂雄。この亀崎茂雄っていう名前で、これペンネームですけどね、これで小説を書いて、インターネットに載せてるわけね。ただの、ホームページ、この出せるところに出してるわけ。書いた小説を、誰でも、世界中から誰でも読めるようになってるわけね。だから、この亀崎茂雄っていう名前で検索すると、名前が出てくるんで、そこの、目次のようなとこをカチャってやると出てくるんで、目次が。で、その中で、まあ、おすすめ小説ね。この自分で書いたんだよ。これ自分、この他にたくさんあるんだけど、自分で書いた小説、おすすめ小説として、ショットガン誕生の秘密、赤い女たち、
5秒で決まった結婚とかね、それからあなたへの伝言、優子最後の恋人、ごめん結婚します、空想的六本木ツアーって、これをね、まあ、とりあえず今日おすすめで、まあ時間があったら亀崎茂雄で検索して、目次の中からこれを選んで、まあ、読んでほしい。まあそんなね、まあ15分ぐらいあれば読めるような小説ばかりですけどね。まあほんでこのショットガン誕生の秘密っていうのはね、今ね、これはどういう小説か言うと、北海道で生まれた30歳の男が、トヨタ自動車で働いてたわけね。で、そこに、沖縄にいた、27歳の女の子が、機関工としてトヨタの工場に働きに来たわけね、沖縄から。そこで二人が会ったわけなんです。それで、トーマっていう子供が生まれたわけ。漢字忘れちゃったな。まあ今、実際岡崎に住んでるんだけどね。まあ最近行ったことないけど、その本当にあったような話ね。まあ全部が全部じゃないんだけど、本当にあったような、あった話をもとに、大体その漢字で書いてある。トーマがなんで生まれたかって、だから、そういう話なんです。それから赤い女たちっていうのはね、アフリカのね、すごい奥地ね。もう車で6時間ぐらい走って、さらに8時間ぐらい走っていくと、山奥のこの谷間のようなところでね、集落があって、そこにその女と子供だけが住んでるっていう集落がある。で、男は どうしてるか言うと、男はね、周りの山の中腹のようなところに住ん、暮らしてるわけね。ブラブラしてるんだけどね。で、虫が来て刺すでしょ。蚊みたいなやつがおるもんだから、全身に赤い泥を塗ってるわけね。その女たちと、それから子供が。だから、一見見ると赤いわけね。皆さん、そこにおる人は。だから、女と子供しかいないわけ。で、国連が、調査しに行ったら、みんなね、幸せだっていうわけ。アフリカの国で、ね、車もなきゃ、あれ、スマホなんかないし、何もないよ。まあ、自分たちで自給自足の生活しとるんだけど、みんな幸せ。で、どうしてなんだろうということを調べに行った人がおるわけね。そういう、まあ、小説なんだけどね。赤い女たち。皆さん幸せ。女だけで暮らしてる。それから5秒で決まった結婚っていうのはね、これね、中部空港の話ですけど、まあ千田っていう男がね、23歳ね。で、その27歳の、どっちも全日空の、全日空系の企業の、社員ですけどね。まあ、なんかちょっと、みんなの通らんような、ちょっと狭い通路で、千田ってやつが、27歳、年上だけどね、女の子に付き合ってほしいって言ったわけよ。そう、前から思って考えてたんだけど、付き合ってほしいって。そしたら27歳の方が、まあ私も年だから、結婚してほしいって言ったんですよ。千田まさき。いきなり。そしたら、付き合ってほしいって言った。付き合ってほしいって言ったんだけど、そしたらね、私は年が若くないから、結婚してくれるなら付き合うって言った。その通路で。だから千田正樹はよく知らんから、おいじゃあ結婚しますって言った。そういうことを、もう本当にあったこと、本当にあったことを、書いて、だから5秒でまた結婚って言った。だからそう、付き合ってほしいって言った。そしたら私若くないから、結婚してくれるなら付き合うって言った。で、それで、じゃあ結婚しますって言ったから結婚が決まったんや。その通路で。だから5秒もかからんかった。で、だからそれ本当のことや。本当のことが、千田っていうのは自分は仲良かったからね、結婚することになったって言ったから、なんでだな、どうしてって言ったら聞いたから、それをそのまんま書いただけの話で。それから、あなたへの伝言。これはね、今東京に住んでるけどね、山崎さんっていうね、全日空の女子社員だと。今、港区に住んでる。東京の港区のマンションの10階ぐらいに。で、その人から聞いた話を書いた。
あなたへの伝言っていうね。それから、優子最後の恋人っていうのは、これは優子っていうのは実際、おるんですけどね。まあ、今もおるんだけど、アメリカ大好きでね。で、アメリカ行って帰ってきたら、まあ、子供を抱っこして帰ってきたっていう、まあ、たわいのない話だけど、まあ、そういう話で。それから、ごめん、結婚します。これも、まあ、なんか飲み会があるけど、来ないかって誘った時に私は結婚するから、そんなところでやれませんって言って断るために私結婚しますって言ったから、それをこの小説にしたってことね。それから空想的六本木ツアーっていうのはね、結局彼氏のおらん、今ね、今成田で働いてるんだけどね、北村っていう人がいたんだよ。当時ね、23ぐらいだったかな。コメダでコーヒー飲んどったんだ。その人は、暇だから来たんだ。コメダに来たんだ。で、なんか喋ってるうちに、あんた彼氏おらんで、一泊で旅行に行くときに何着てたらいいかとかさ、いろんな心配せんでいいなって言ったら、さすが怒ったんだよ。なんでそういうこと言うんですかって言ってさ、なんでそういう、北村っていう人が。俺で、なんでって言ったって、そんなもん、今この時点で彼氏がおらんのに、一泊の旅行に行くなんていうのは、そんなもんは簡単に、じゃあ来月食ってあげて、なかなか行かんやねん。最低でも3ヶ月かかるやろ。3ヶ月ぐらいかかるだろうっていう話したら、どうしてそういうこと言うのとかなんか言っていいだろう。だからまあ、おじゃまあ、俺小説書くの好きだで、一泊で旅行行く、こういう小説書いてあるから、まあ、どこ行きたいんだって言ったら、六本木ヒルズの中にホテルがあるらしいんだよ。まあ、自分は行ったことないしなんけどさ。で、そこ一泊で泊まって、六本木ブラブラしたり、銀座とか、なんだ浅草あたりをブラブラして一泊で帰ってくるって、そういうつけで、それがいいっていうんだ。それでそれをいろいろ希望を聞いて、その空想的な六本木ツアーを書いた。そういう話。これはまあ実際はあった話じゃないけどね。北村さんって人はおるね、今も。元気だと思うけど、連絡ないで知らんけど。はい、それからですね、昨日ね、魚ね、金魚とか、ちっちゃい船とかね、メダカとかそういう売ってるお店に行きました。値段を見に、とりあえず値段を見に行った。ほんで、魚見に行きました。そしたらメダカが1匹100円だった。白いメダカ。白メダカって書いてました。なんか黒メダカもあるかどうか知らんけど。で、1匹100円ね。それから、鯉ね。これ字が違うかもしれない。鯉が1匹ね、5センチか6センチぐらいの鯉ね。錦鯉です。赤い色の鯉。これは500円だ。で、これ一緒にはダメらしい。聞いた。そこの店のおばさんにな、おばさんに聞いたら、一緒にはダメですよ。って言って。だどっちか。まあだからメダカを1000円で10匹ぐらい買ってくるか、この鯉を1000円で2匹買ってくるかっていうか、まあどうしようかな。月曜日に、買いに来るって言ってあるの。というのは、水をね、水道の水をいきなりね、そこに魚入れると死んじゃうんだよ。だから水を入れて、一日、丸って一日ね、置いとかないらしいんだよ。その水道の中に毒が入ってるから。そういうことらしい。だから一日、この日に当てて、置いとくといいらしいんだよ。だから、昨日からもう水置いてあるから、で、今日は休みだよ、とったね。で、明日ね、まあ、とりあえずメダカを10匹買っていこうかなと。ホテイアオイっていう水草もあるので、それを浮かしてあるからね、今。5つぐらい。だから、メダカにしようかなと。うん。はい、それから、今日ね、県会議員選挙なんだ。今日。で、もう行ってきました、今。朝9時ぐらいに行ったかな。ほんで、係員がいて、いろいろ喋って、いつもいろいろ喋ってくる。どんだけ喋ってもただやからさ。ちょっと話があるって来てみたいな話で、いろいろ話しとったら、選挙広報っていうのが配られたんだよな。で、それね、今回からだって言うんだよ。自分前からあったような気がするけどね、今回から愛知県で条例が決まって、出すことになったって言うんだよな。だから、春日井氏は5人立候補しとるから、5人の選挙のこの広報が、5人分印刷されて、各家庭に配られたわけね。それ今日聞いて初めて分かった。今回かららしい。で、
その投票所のね、最高責任者が、まあ、事務方の最高責任者ですけど、課長補佐らしい。まあ、勉強して大学出ましたみたいな感じの人だけど、真面目そうな人だけど、いろいろ聞いたらね、まあ、この前行った時は憲法第一条を教えてくれって言ったら言えんかった人やけどね。春日井氏は、開票の機械の武蔵は使ってない。武蔵って会社の機械は、春日井氏の場合使ってないって言ってましたね。それから、サインペンで書いて投票したらどうなるんだって言ったら、いや、それは、鉛筆で書いてほしいと。だけども、鉛筆で書くの嫌だと。自分はもうサインペンで書かない嫌だって言って、サインペンで書いて投票されても、それはダメですよとは言えんらしいんだ。だから、サインペンでも OK ってこと。だけど、できたら鉛筆で書いてほしい。切にお願いしますとか言っとった。なんでかしら。なもん鉛筆なんか消しゴムで消せるで俺嫌だよって言ったら、まあ、今回は、鉛筆でやるけど、次からサインペン持ってくるよとか、いや、それはできたらやめてほしいとか言って、一生懸命言って、これ怪しいな。そう思ったけど。それから、あとですね、ドル円 FX ね。ドル円 FX 今勉強中。今日はガイタメオンラインの画面がか、土日だからさ、動かんからやれないんだから。だから平に分かったね。平日にやっぱり集中的にやって、で、分からんことをガイタメオンラインの電話で聞くっていうね、それが必要だな。本当に。平日に集中的にやるっていうこと、ね、で、これか。これこれ外為オンラインのね、セミナーの、まあ、教科書みたいなもんだけど、これの中にね、基本的なことだけど、この、ろうそく足とかね、このヒゲの、見方、意味、どういう意味があるかとかね、この辺、それから、この同じようにろうそく足の、見方ね、こういう場合はこうなるよ、こうなれば、こういう時はこうなるよっていうような、見方、見る特徴ね、それから、これは、この線を引っ張って、サポートラインとか、トレンドラインとか、まあ、いろいろ線を引くんだけどね、これもそうね、これもそう。これもトレンドライン引いてこうやっていろいろ予想するんですよっていうことを、これレベル5ですけどね、ガイタメオンラインのセミナーのレベル5。でね、これ見て、これ何回もね、一回見たってわからんのですよ。で、それの中の、ま、いろいろあるんだけど、これは200日、100日、20日の移動平均線っていうのが書いてあるんですけど、こういうのの見方とかね、それから、これね、これがね、これ全部とにかく覚えなあかんと思いますよね。チャートの動きと、それから200日移動平均線がこうなった時はこうなる、こうなった時はこうなるという説明ですけど、ここに書いてあるんだけど、30年間ね、30年間調べると、この、1だから、これか。この部分で上がるっていうのは、これはね、85% 合ってるらしいんだ。この見方がね。それから5っていうのは、5はこれですけどね。5はここですけど、これはもうほぼ 100% こうなった場合下がるっていうことがね、分かってることらしいんだ。だから自分はね、まあ、難しいからね、いろいろ、あれもこれもあれもこれも覚えようと思ったら難しいから、とりあえずこの、ガイタメオンラインのセミナーで習った、このろうそく足の見方ね、まず一つはこれと、それから、この200日の移動平均線がこうなった場合は上がるとか下がるとかいうことが、100% じゃないですよ。70%、80% の確率ですよってことだけど、まあ、これでね、こういう形に、チャートが、
来るのを待っとって、で、この形が来たら、買うとかね、売るとかね、それをね、とりあえずやろうと思ってね、で、今日は日曜日だからできんやけど、明日月曜日だから、まあ明日はもう集中的にね、明日やって、デモトレードでね、それで、まあ容量をね、覚えようかと、ね、うん、覚えようかなと思ってるんです。まあそういうことで、この外為オンラインの勉強会の資料をね、これ、レベル6、1から6まであるんで、6冊あるはずだけど、なぜか3冊しかない。どっかにあると思うんだけど。もう10回ぐらい勉強会出たけどね、何回も出てもあかんな。やっぱりこうやりながら、もう一回見直してやりながら見直していう形で進んでいかないとね、ダメだな。でも、分かり方ほんのちょっとずつだけど、でも少しずつだけどね、分かってきたな。分かってきてるというのは自分でも分かる。だから、やりながらちょっとずつ、まあ、覚えていくと。まあ、何でもそうだけどね。何でもそう。はい、そういうことで今日はですね、YouTube ライブできんから、まあそういうことで今日は動画でアップロードをやりました。まあそういうことで、またライブで会えると思いますけど、とりあえずこれは今日はここで終わりたいと思いますので、これギターでいつものように締めたいと思います。はい。来てくれてありがとう。